小さなコツの専門家野沢拓夫さんがお届けします一生を変えるほんの小さなコツこのコーナーでは野沢さんがお書きになった素敵な本の中から毎週一話ずつ朗読と対談でお届けしています今週はこちらのエピソードです小さなコツナンバ、no. ー5 0部屋をきれいに保つコツ部屋が散らかっているのが嫌で頑張って片付けた でもししばららくするとままた部屋は散らかってしまうそんなことを繰り返していましたそんな僕に片付け上手の友人が部屋をきれいに保つコツを教えてくれましたそれは毎日5分だけけ片付ける昔私も片付けが苦手だったでも毎日5分部屋を片付けるようになって部屋がいつでもきれいに保てるようになった 最初はいつ片付けるかは決めないで毎日時間の空いたどこかの5分間だけ片付けることから始めたそれ以上やると続かないと思ったので本当に5分しかやらなかったすると5分やっただけで思った以上に部屋が片付くことに驚いた毎日部屋を5分片付け始めてしばらく経ったある日その日の朝から忙しかったので寝る前に部屋を片付けた。 すると朝起きた時部屋がきれいで目覚めがとても気持ちがいいことに気づいてしまったそれ以来毎日寝る前に5分片付けるようになった部屋をきれいにしたいと思うなら思い立った時にまとめて片付けるのではなくわずかな時間を使い日々きれいにするように習慣づけるコツコツつけた方が効果が出ると彼の部屋を見て納得しました。 小さなコツナンバー50部屋を綺麗に保つコツ。その答えは毎日寝る前に5分片付ける。うん、まさにコツコツですね。<laughs> 早速ご紹介したいと思います。野沢さん、こんにちは。こんにちは。これそうなんですよ。そうなんですか。そうなんですか。<laughs> あの、すごく納得感があります。<laughs> はい、なぜなら、私も結構。 毎日5分派、まあ、5分じゃないんですけどもはい、はい、本当にちょびっとずつ派なんですよ。ドカンってやるる時もあるんですよ大掃除みたいな感じにうん、うん、でもちょろちょろっとやると、うん、ずっっときれいでででてくれるんすすよそうですねあの一度にいっぺんにやろうと思うと、まあ、その時にやるのはすごいいいことでその後継続しないと結局また積もり積もってまたすごいパワーを使ってまたやらなきゃいけないからどんどん気持ちがおっくうになって大変なことだって掃除が自分が思い出しちゃってだんだんと。はい なですよね私はパーツごとにこのタイミングでやるっていうのを決めてるんですどういうことかっていうと例えばですね洗面所の蛇口とか台所の蛇口とかステンレスの部分がステンレスじゃないのかな金属の部分が水垢で汚れてきて下の部分もカルキ汚れとかついてきてついちゃったら取れないんですよそうですねでも1日1回拭くだけで撫でるだけでつかないんですよ いや本当そうですね。そうやコツ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 やっとくと、はい、後で大事にならなくていい。そうなんです、ね。続ける時のまたこれポイントがあって、はい、その、まあ、これ掃除以外にももちろん使えるんですけど、っやっぱり嫌だなと思って綺麗にしなければとか、はい、そう思うとなかなか続かないですよね。<っ>何々しなければと思うと疲れちゃいますよね。えー、やるやる時の気持ちがまず嫌ですよね。うんうん、でやはり掃除にしてもその気持ちいいというか快。かいはい。い 気持ちい,い方の感覚に向かうというか、えー、でそうすると僕も朝起きたとき麗なのが好きなので、ねはい、夜するようにしてるんですけどやっぱり気持ちいいですよね毎朝気持ちいいですよ、うん、なので今の洗面所の蛇口の部分はお風呂から上がったその場で撫でるっていうふうにしてるんですよ何、うん、かと結びつけるっていうのはすすごいですよね、はい、そうすると楽ちんで全然汚れがつかないんです、うん 本当おっしゃる通りあの続ける時はやっぱり習慣にするということにしないと、はい、あのなかなか続かないですしその習慣の仕方も例えば僕の場合だと夜掃除するっていうのは<っ>歯磨きする前にちょっとやるとか歯磨きはしたいじゃないですか<ー>もう気持ち悪い,、ね、たいからその前にするってやっとくともうセットになってしまうのでうん、うん、非常にその続けられるというか楽で,すよ、ね、楽ですね。 なので、うん、そういうポイントをいくつか設けておくと、総合したらうちじ中全部切れ、みたいな感じです,、ね、ですね。思い切ってやらなくてもいいようにするということを、はい、コツコツやるっていうことを、えー、すごい、あのこれは僕自身もやってみてよかったなと思うことですね。そうですね。ぜひ参考にしていただきたいですね。はい、今週もありがとうございました。ま,したまた来週もよろしくお願いいたします。